연락하게 사겠다라. 조수를. 여기. 고래크라이나 아프고 어사이콘데 가지르까나. 아데모 슈단데키다라. 여기. 나도 楽しく 想像すると 思います. 今回は 恐竜のこんなところを見ると もっと楽しいよ というおすすめの観察ポイントを 私、恐竜がご紹介します。今回おすすめする観察ポイントは頭の穴。あなたたち人の頭と恐竜の頭を比べた時、我々恐竜の頭はなんだか穴だらけですよね。頭にある穴といえば、 入る穴。鼻の穴につながる穴。耳につながる穴。恐竜ではそれぞれどこにあるのでしょう。まず目が入っていたのはここです。ちょっと正面から見てみましょう。 この3種類の恐竜の中であなたと目が合った恐竜はいますかね。一部の恐竜は頭の後ろが横に広がって目が前を向くようになっています。そうすると右目で見ているところと左目で見ているところの一部が重なって物を 立体的に見ることができる。つまり狩りをするのに役立ったと考えられているんですね。恐竜の正面に立った時に目が合ってしまったらご覚悟を。次に鼻の穴につながるのはここ。 鼻の穴はこの辺りにあると考えられています。昔の図鑑なんかを見ると、恐竜のイラストで鼻の穴はもっと上の方にあるはず。いろいろな動物の鼻の穴と骨に開いている穴との位置や骨に残された血管の跡などを研究して鼻の穴の場所は考えられています。 それではここでクエスチョン。このアパトサウルスの鼻の穴につながる穴はどこでしょう。正解は ここです。頭のてっぺんなんですね。首の長い霊長類は水の中で生活していて、頭のてっぺんにある鼻の穴で息をしていた、と考えられていましたが、今では陸上で生活していて、鼻の穴も口の上あたりにあったと考えられています。 鼻の穴も鼻の穴がこんなに離れているのって不思議じゃない？と思いきや、象の鼻の穴につながる穴はここ。とっても離れているんですね。では最後、耳につながる穴ですが、恐竜にはこれっていう穴は ないんですね。すいません、すいません。この辺りにあるくぼみが耳の穴につながっていたと考えられています。恐竜の元の姿が描かれた絵には耳の穴が描かれていることがあります。今生きている爬虫類の耳を参考にして描かれた場合には、顎の関節の少し
骨の表面が出っ張りと、そこにどうやって筋肉がついているのか、